浜田知事は今朝会見を開き、令和3年度の当初予算案を発表しました。特に感染拡大防止、そしてそれに伴うような経済影響に対しては機動的に対応する、そのための予算は確保はしたというつもりでおります。一般会計の総額は3年連続となる増額で4634億8800万円。今年度の当初予算と比べて2億7500万円。率にして 0.1% 上回りました。新型コロナウイルス対策には140億円を計上。ワクチン接種体制の構築をはじめとする感染予防。オンラインを活用した商談会やセミナーなど、新しい生活様式に対応した経済対策を進めます。ワクチンの接種ということも始まりますから、いよいよこのコロナの収束に向けたですね、社会構造、経済構造への変化、これの対応を本腰を入れてやれる時期もが来る、そしてそうでなければいけないタイミングが令和3年度だという思いがあります。また会見では、事業者に対する新たな給付金を支給する事業費として、およそ8億8000万円を今年度の補正予算案に盛り込むことを明らかにしました。対象となるのは、去年1年間の売上が前の年と比べて 15% 以上減少し、かつ去年12月から来月までの間で連続する2ヶ月の売上が前の年の同じ期間と比べ 30% 以上減少した事業者です。これまでに協力金や給付金を受給している場合は、その額を差し引いて算定します。前回、去年7月の給付金は1事業者あたりの上限が1000万円でしたが、今回は上限がありません。申請の受付開始日は未定ですが、支給の開始は4月下旬以降となる見通しです。新年度予算案と補正予算案は22日に開会する2月定例会に提出されます。